い、動画をご覧いただきありがとうございます。今日開けていくのはダイソー商品です。僕は最近よくダイソーに行きまして、今回これをちょっと選んできました。 YouTube の動画でもいっぱい紹介されてる方いるんですけども、今日開けていくのはこれです。はい、こちらはですね、プラレールじゃなくてプラ電車シリーズということで、ダイソーの商品です。こちらですね、 JR 北海道編ということで、 C11 蒸気機関車とその客車で、この3両で1セットみたいな感じですね。はい、車両はこれ以外にもいっぱい種類がありました。そしてちょうど僕がこの置いてる棚のところを通りかかった時に、 3,4 歳の男の子とそのお母さんが買い物に来てまして、でその同じ棚を見てたんですね。でその男の子がやっぱりこういうのを見て欲しがってるわけですよ。でお母さんが、今日はじゃあ1個買ってあげるから、次来た時に2つ目買おうね、でまた次の日来たら2つ目買おうねっていうふうにね話してたんですよ。で男の子も、まあ全部欲しいけど我慢して、次来た時に買ってもらうって言ってね。そして僕はその子の目の前でこう1種類ずつカゴにこういうふうに入れてね、男の子の顔を見ながら、というわけでこれを開けていきたいと思います。はい、それではこちらを開けていきたいと思います。はい、というわけでこちらが先頭車両です。 C11 の形が結構そっくり出てますよね。ナンバープレートは前面だけ171号機こういうふうについています。はい、そしてこちらが反対側なんですけども、公式側と非公式側のモールドがね作り分けられています。ボディは結構ねこう掘って作られてますよね。あとは後ろ171号機なので、コールバンカーの書き取り、ここもね作られています。これいいじゃないですか。ただこの足回りが残念ですよね。せっかくボディのところがちゃんとね造形されているだけに、ここは惜しい。惜しシスです。惜しシスです。はい、続いて2両目の客車、これはですね駆動車になっていて、モーターが入ってるみたいです。開けましょう。はい、こちらがそのモーター車です。ボディにはスハフ422261と印字されています。車輪はねこういう風に4つあって、この前から3番目だけ駆動するみたいですね。ぐるっと回転させて、こう上にはねこういう風にスイッチがついています。はい、続いて3両目、これは後備車ということになっていて、これも開けましょう。はい、こちらが3号車です。作り自体は先ほどの2号車とあまり変わりないんですけども、この連結させる部分、これが2号車をつけるところで、最後尾なのでこっちには連結がついていません。なのでこれを買い足して後ろにこう増結させていくっていうことはできないみたいです。はい、そして連結させる時なんですけども、こういう風なフックというか、これは部品がついていて、あとはこれをここにこう、ね、パチッとはめるみたいです。これで連結ができます。はい、こんな感じで C11 とスハフ40の客車の編成ができました。なんか見た感じ結構いいんじゃないですかこれ。